今日はディズニーランドのインパークしない楽しみ方ということで紹介したいと思います。パークに入らない楽しみ方。今、舞浜駅に到着しました。この JR 舞浜駅は東京からわずか15分でアクセスできるということで、とても近いところにあります。駅を背にして左手、ビッグスピアリという商業施設に向かいます。おすすめのポイントその1ですが、まずこのビッグスピアリの中には映画館があります。このディズニー映画が今ウィッシュという映画がやっていますので、この映画を舞浜で見るというのが第一のおすすめポイントです。ウィッシュを見て、まだ外に出てもまだディズニーのリゾートにいますので、その気分を没入しながら映画を楽しむことができるというのがまず一つ目です。ここですごく可愛い施設なので、ここでまず1枚、写真を撮って、それからこのイクスペアリの中にはいろんな飲食店やファッション店だとかあるのですが、まず最初に向かいたいのはやっぱりディズニーストアということで、ディズニーストアに向かいたいと思います。はい、でこのディズニーストアは今回はなんとラッキーなことにお楽しみバッグ3500円というものをゲットしました。その中に、ミニーちゃんとミッキーの辰年なので、辰に扮したミニーミッキーが必ず一つ入っているということで買いました。中は6、7個の商品が入っているということだったので、すごく豪華なものでした。この動画の最後に開封動画を紹介しているので、ぜひ最後に参考にしてみてください。そしてこのショップは、このリゾート、ディズニーリゾートの限定品というのがたくさん売っているので、ここでは本当に混雑あまりしていないので、ゆっくりと好きなキャラクターの限定品を見ることができます。そしてここで、たくさんこのディズニーストアでしか買えないものというのがたくさんあるので、ゆっくり見ることができますよ。このミッキーさんも巨大なミッキーマウスが、出ていました。そして今はこれスティッチなんですけれども、すっごくスティッチやプーさんやマリーちゃんが可愛いキャラに変身してますので、ここでゆっくり買い替えのポイントになります。このフロアは本当に海外に来たようなフロアになっているので、ここの入り口のところにディズニーストアがあります。そしてまず一つラッキーバッグをゲットして、本当だ、向かうは3番目のおすすめポイントになります。このグスペリアを抜けてお隣のアンバサダーホテルに向かいます。目的はそう、劇団四季のミュージカル美女と野獣です。舞浜のアービシアターというシアターがこの、隣接したところにあります。まずこの中庭に向けて行ってアンバサダーホテルを越えていくと、このシアターが見えてきます。
舞浜のアンフィシアターは2022年にこの美女と野獣というのがリニューアルしてスタートしています。今日本で美女と野獣を上映しているのは、公演をしているのはこの舞浜だけになると思います。すごくこじんまりとしたシアターなんだけれども、すごくいい劇場でした。どの席に座っても外れがないということで有名です。少しだけ劇場の中をお見せします。このようなホールで美女と野獣を2時間10分堪能することができます。今ディズニーランドでは美女と野獣のアトラクションはすごく大人気だと思うんですけれども、すごく長い時間待ち時間があって、実際アトラクションはもう少しこの気分を味わいたいなと思うと思うのですが、その時にこの美女と野獣は2時間10分もピッタピタに美女と野獣の世界に入り込むことができるので超おすすめなプランです。終わった後もこのディズニーリゾートの中にまだ没入できているのですごく幸せな気分になります。そして一つ目に購入したラッキーバッグがとても大当たりだったので、2個目のラッキーバッグを目指してもう一度ディズニーストアに向かいました。そしてこのストリートというのはいろんな洋服やファッション雑誌かなどが売っているお店で、ちょっとした本当に海外に来たような気分になれるようなお店がいっぱい並んでいます。ここでしかやっていないセールなどもたくさんあるので、ここで少し買い物をするというのも楽しいおすすめになると思います。で、飲食店はたくさんあるんですが、今回は米楽というところで軽く丼とお茶漬けをいただきました。全く並ぶこともなく食事をすることができました。今は新しいこのモノレールがリニューアルされています。そして、今回はこのイクスペアリを一旦出て駅を背にして右側にあるボンボヤージュというショップに移動しました。このボンボヤージュはパークの中で売っているものがそのまま買えるお店ということで、いろんなお土産なんかが売っていますので、パークの外で買って帰るというのもいいと思います。そしてだんだん暗くなってきたのでライトアップがされてきます。先ほどのウィッシュのスターにライトが灯りました。夜のこのイクスペアリもまたすごく素敵で、すごいライトアップされているので本当にリゾート気分が満載できます。満喫できます。して少し疲れたのでチョコレートシェイクを飲みます。ゴディバです。スターバックスも2軒あるんですが、もう全く並ぶことなく購入できるの買えるのですっごく楽でした。
一日中満喫してパークに行ったよりもすごい充実感がある一日でした。帰ってからさっきものラッキーバッグの開封をしています。プレートや2個目のラッキーバッグはミッキーが入っていたので、ミニーとミッキーの辰年を2個ペアで揃えることができました。このようにプレート、お皿やマスクやポーチやとかなり豪華なものがたくさん入っていたので、この3500円というのは超ラッキーなバッグだったと思います。ちょっとここで野獣のような手玉が参入してきているのですが、気にしないでください。これはラッキーバッグには入ってません。ノルウェーちゃんフォレストキャットもテンションが上げ上げになってきてしまいました。ミッキーさんの辰年、そしてミニーちゃんもあります。ティンカーベルのオーナメントやとかなりいろんなものが入っていました。一番の目玉だったのはプーさんのバッグが入っていたんですが、あ、この袋には毛玉が入ろうとしています。そうそう、オラフの人形もありました。なぜかこの毛玉たちもやたら盛り上がっています。くん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 。最後にお見せするこのプーさんのバッグ、これは定価が6000円となっていましたので、すごい可愛くて機能的なバッグが入っていました。大当たり、すごく得した気分です。こんなラッキーな買い物ができたり、あとは映画を見たりミュージカルを見たりということで、インパしなくてもすっごく楽しめる舞浜ディズニーリゾートがあります。ぜひ一度試してみてください。